はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。トルネコ大冒険不思議のダンジョン、約2ヶ月ぶりに、やっていきたいと思います。前回いろいろなものを失ってしまいました。今回はそれが起こらないように、なるべく命大事にして無理をせずに帰っていくってことは何度言ったっけなっていう感じです。まあ難しいです。はい、ツイッチで配信してますのでぜひ見てください。ツイッチのアカウントフォロー、チャットコメントもぜひお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー Please。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。またアーカイブ YouTube にアップロード予定です。ぜひ見てください。2日後、3日21時頃に、プレミア公開予定です。 This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネル subscribed and good button please。 ごめんなさい。そして旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいね、お願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ではやっていきましょう。ではスタートです。いきなりパン、あ、いいですね。幸先がいい大きなパン。着物、あ、パイキルトだが剣を持ってないから意味がない。まだ下がある。もうびっくりした、音切り層すぐ使用。なんせ草はヒットポイント、最大ヒットポイントを上げる効果もありますからね。あと空腹を 5% 下げる効果も持っております。力の種もすぐ使用。こちらも満腹度を 5% 下げる効果があります。草の一種ですからね、草ポケモン。あ、顔の盾だ。呪われてなかった。まあ、呪われてやろうともなかろうとも、これで腹を減らすことはないんで、粘ってもいけるかも。装備しときましょう。蚊の盾をゲットできたのは、すごい、幸先がいい。じゃないでしょうか。
まあ、腹減らず指輪があれば蚊の盾はいらないんですけどね。あ、もんじゃか、もんじゃ早いからな。そうか。ほい。まだ力的にはまだまだだな。やっぱり武器持ってないっていうのはありますね。レベル3にアップです。厳しいゲームですからね。また音切りそうだ、ヒットポイント満タンなんで使います。これ最大ヒットポイントがアップ。次は左行ってみましょう。惑わしそうか。でしょうか。あ、間違えた。眠ってしまった。あー、やばい。バカ、なんつう魔法使いを攻撃してしまった。いきなりバカな判断を、この物の弾みでやっちゃうのが良くないです。せっかく蚊の盾得たのに、この後何ももらえません。せっかくここまでうまくいって蚊の盾を手に入れたのにな、もったいない。行きましょう。中断しかできないのか。気をつけないとやばいな。敵はいる。まあ、おとぎ急ぐわけにはいかない。まだだ、まだ回復できてない。ん、これは目薬そうだ。レベルアップ OK。 これは木の矢ですね。装備しときましょう。回復しきったらおとぎ槽使うけど、あ、いいんじゃないでしょうか。スカラ、まあ、まだ盾は持っていません。
切ると、でも使いどころが今のとこない。研ぎ磯持ってたよな。研ぎ磯を使います。最大ヒットポイントが上がります。あ、でも行けるとこはないんで、あとあそこぐらいか。2階。ああ、武田鉄矢ないな。蚊の盾を失ったのは痛いな。ルーラソーダ潰しそう。これで攻撃。助かる。何もない。あ、レベルアップです。どっちだ。地下3階です。もう武器やん。え、いきなりドラゴンキラー。これドラゴンキラーを嫁は、あ、スカーラーだったっけ。バイケルトだ。強化。そう、臭いとして飲む。攻撃力はアップしましたね、これで。あれ、これちょっと待ってよ。ドラゴンキラーってか、微妙だな。経験値としては、使った方がいいかもね。上に何かある？レベルアップです。あ、またインパス。指輪です。いらねえ。捨ててあるわ。え、もうお腹なんか減るんや。
邪魔してたんか。下りましょう。いいですね、順調。あ、今度は銀の矢、なかなか揃いませんね。同じ、嘘でしょ。しなかった、珍しく。なんだ、9% やばいな。武田鉄矢。ウーラソウが今2つ、草は目薬そうだな。あ、なんかある。バイキルトだ、使おう。関係ないか、ここは。持ち替わったねだ。いいですね、ここまではいい、大丈夫だ。からって舐めないで。耐性はものすごいんだから。レベルアップ。え、ここで大きなパンの出番です。これラストなんだよ。6まで上がりました。何もなし。インパスってないな。盾をまだ手に入れてないんです。メッキもまだないしな。3問か。あ、初めて手に入りましたね。いらない。あ、物は得てなかった。で、どうしよう。内運気をスカナ使います。ドラゴンキラー結構でかいんだけどな。
き止まりだったんだ。じゃあもう繋がってない場所はないんで帰るしかないですね。この杖が何なのかっていうのはわからん。絵の具の指輪も謎ですね。分かるもんね。インパス手に出会いとな。ガスが、あ、そう、ガスが。あ、いいじゃないですか。あ、でも鋼鉄の方が単純な攻撃力は上なんですよね。また分からん。しました。やっちゃった。やばいなぁか。とりあえず先にアイテム探していかないとどうしようもない。武田鉄矢、ダメです。音切りそう。イオが3つあるんだよな。できれば3つともつけたいが。え、嘘。落とし穴に引っかかってしまった。強制終了です。シャナクだ。はい、シャナク。でも琥珀の指輪の正体は不明です。毒や。なあ、オーナー。やばいな。体力、やばい。体力がない。イレミトの巻物がない。インパスが、どっちをするかな。まあメノのいらない。お金にはなるけどお金はそんな欲しくない。何？
目の杖おどけそうだ、使おう。 32% か、そうこれなんですよね。悩むな、身結びそう。でこれで鋼鉄にメッキされたんで、蚊でない限り三日神のあの意味はなくなります。蚊だったら意味あるんですけどね。なぜなら またインパス上から土の杖か、なかなか有効じゃないでしょうか。飛ばされた。 26% になった。慣れてるんじゃなかったっけ、ほら怖くって。地下8階、敵はいない。今持ってる武器はドラゴンキラーなんで2つ以外いらんな。あ、おとぎそうだ。いいですね。24、最大の防御、まあ、もっともリレミと手に入れないとやばいですけどね。とりあえず無視してまた琥珀か。はあ、まあ毒や叫んな。サンタパンでもいい。これ何？あー、まあいいか。使う。これはまあ来ないよね。10% 切ったね。まあいいな、持っていけ持っていけ。お金いらないですからね、正直。この段階来たらもう。なんか多いな、鬼面同士。3% になってるし。お前かい。あ、パンダ。パンダピース。OK です。使っちゃわないとな。またか。あ、インパス。まだ一つ残ってましたよね。もちろん。あ、変幻の杖。これ結構意味ありますね、変幻の杖は。哲也がポイントで
が3つもあるんだ。本当にそうだ。美味しくないな。 5% 増えるだけだからな。使わない、使う意味はあんまりなかった。またお前かい。お金取り戻した感じかな。あー、出っ張り。こっから出ることはできないのか。ですけど、転ばぬ先の杖っていうのがあれば出っ張りを防ぐことができますが、レベルアップ37%、行き止まり、10階へ。出口あるやん。いらない。は？半分に減ってるかな。あ、矢を装備しろ。ダメージ食らってるんや。いらない。あかん、こいつはあかん。まともに勝負したらダメです。問題にならないんだ。お前だ。今ないからこっちに逃げよう。逃げられなかった。じゃあもう立ち去ろう。しな。なんだっけこれ。あ、金は
2% しかないんだ。レビーナが2つあるんだな。でもできれば次に回したい。メッキはもうされてるからな。とりあえず腐ったパンですね、ここの出番は。大きいパンダ。大きいパンは持っとかないとな。レミーナかな。人って言ってたっけ。いろいろ見える。怪しい。あ、やっちゃった。あ、こいつはボーナス。あ、嘘だろ。なんかあると思ったのに。11回です。12回か。68% か今。これはいる。ワープ。インパス好きだな。目薬そうだ。腐った死体は入れてるとボーナスになりますからね。行き止まり69。だいぶ減ったな。毒消し層が欲しい。エミーラ1つ。
12%。少年か、プロレスを殴り合いじゃないんだから。投げてやればいいじゃないの。鉄の矢が今12本。あね。あ、くそ、行き止まり。だな。あ、バイケルトだ。武器の強化結構有効です。回っていきましょう。お、大きなパンダ。はい、レベルアップ。今何パーセントだ ?35% か。けどこれ以上は進展がないんだ。でここは行けないから、いなかったよな。まあとりあえずこいつは、どんどん増えていってるな。14階へ。
ドラゴンキラー多いな。もういらないんだよな。大きなパンが今2つあります。買えそうだ。持っといた方がいいな。なるべく早いうちにこの辺は余裕のあるうちに探索してしまいましょう。あ、行き止まりだ。盗まれても別に構わない。え、世紀の待ち物。微妙だな。結局持てるあれが少ないから。悪すぎる。下行けるんだ。行き止まりだろうなと思ったけど。あ、くそ、動く石像だ。50なんで微妙ですね。だから戦わないのが基地。神かは悪くはないんだけどな。まあ、蚊の盾以外は意味がないからな。これで終わりだよな。15階へ。イエティか。イエティは嫌だ。怖いな。イエティ動く前に。あ、ラスオで一旦退避。やった、パンだ。ワープさせられたけど、パンにはパンを持ったことには変わりない。ん？もうちょっとだが、もう使っちゃっていいでしょ。イエティだもんな。草足しようか。
ここで置くのはちょっと怖いな。目薬草持っとこう。あ、やばい、銀の矢が。盗まれた。え？あ。いや、このためにあのイカ土使うのはもったいないな。あれ？何も矢を持ってないぞこれ。勝負しない。わ、ゴールドマン、ゴーレムだ。経験値も惜しくなかったよ。
こいついらん。変化の杖。カズチかな。あ、やばい。オッケー、危ない。縛りか。しぶといけど、やるしかない。一つですね。勝てると思うけどな。三日月が二つだけ使わんでいいと思う。意外とこいつ避けるんだよな。あ、モンスターハウスだ。あー、イエティがいいのか。もうちょっと待とう。4つあるからな。あ、ワープ、そこじゃない。邪魔。これはダメージ食らったかな。泣く方がいい。また千里眼。知っての通りいますからね。行くしかないのかな。あっちからもう行くことはできるけど。占拠しちゃってるからな。え、転がってないぞ。転がってない。上から行ける。誘惑した。嘘でしょ。
わあ、ドラゴンキラーを取ったのに。もったいない、もったいなさすぎだな。もんじゃに追い出されました。ヴァンパイアサバイバーズやろうかな、次回から。違う、あー、シビアですねこのゲーム。何もないとこからスタートだ。時間を種、一瞬なんか草とかなんかに見えてしまう、アイテムに見えてしまったよ。敵なんだよな。オッケー、木の矢、初期は役に立ちますね。ちゃんとドラキーって出てくるんですね。これって赤いそうだ。
まだ行ってないとこはこの回ではもうないよな。やった、リレミトだ。これは本当に大事にしないといけないです。リレミト初めて、今日初めてをリレミトですね。しまった。いや、いいのか。あ、間違ってパン食べたのよかったのか。あ、また力の種。あ、大丈夫。早かったな。ドラキーにも先手取られた。割り込まれてるよな。列に割り込まれてるももんじゃかわいそう。よくないですよ。まあ、ここは動かない石像だから大丈夫。冥府ゴースト。おお、ドラゴンシールドだ。たとえ呪われててもドラゴンシールドは確保しとかないとな。でもこれは腐るんで、メッキがあればかけとかねばなりません。ごめんなさい。あっ、かさまい、かさみ打ちやった。特殊会。でしたか。やばい、今当たってたらひどいことになってた。あー、くそ、タイミングが合ってしまった。
おお、ここで火炎草を使ってしまった。火炎草以外に何かって言ったらなかったもんな。リレミト使うかとかしかなかったと思うし、仕方ないよね。運悪す、こういう運悪い時は本当に死ぬんだな。勝負しない方が良かったよな。あ、来た、お化けキノコ。48%。パンは今大きなパンが一つ、腐ったパンも一つ持ってます。潰しそうはちょっと怖いんだよな。武器を持ってないのも嫌ですね。メッキだ、これは使います。ショダゴシルの一気のメッキがなされました。これはでかい、大きなパンが2つ、飾ったパンが、もう先生を加わった。6階ですね、地下は。ちょっと攻撃力がないな、今。力は3つ上げたんだけどな。ああ、メッキか。メッキいらないんだよな。聖域か。まあ、一応持っとこう。あ、出た！川の盾。加えてるけど、まあ関係ない。そうです、外せないんです。うわ、落とし穴。嘘でしょ。まあこいつをちょっとどんどん強化していきましょう。一応蚊の盾呪われてたとしても、あ、くそ、何を取りに入れたんだ。いいパスか。どうかな。お化けキノコやっちゃおう。パスが2つ、リレミトがあって腐ったパン。
ージ食らうんだ。守備が弱まってるからか。今 6% はちょっとやばいな。普通のパンじゃパンはないからな。そうだ、まずメダパにそう飲んで歩けないようにして、でもまだ38だ。あこれで音切りそう。音切りそうだ、また音切りそう。いいパンを10秒チャージ。何もないよな。落とし穴多いな、ここ。まあ持ってけ泥棒。持っていかなかった。出た。グラスを手に入れた。まだでも他の盾を、呪いを解くやつとかないんですよね。あ、来た、バイキルト。え、なんで？あ、何も装備してなかった。そうだ、何も武器装備してないんだ。なんで？
てないんだな。武器ないんだ。何もないんだ。そういえばなかったんだ、終始。なんでこんなよあの当たらないんだ。で両方動いてんのか、やばいな。今一つしかない。三つ星はリスクがある。買えそうだ。OK、地下の種補給。矢がない、矢がない、矢がないんだな、これ。だが、
めてな、うん、よしよしよし、ついに武器を手に入れました。あの盾を持ってるから、そうや、ダメージが軽減、あ、ダメージじゃないわ、あれが軽減されんだ。ダメージ食らわんな。あ、やめとこう。地下10階。いらない。種は使う。まあとにかく攻撃力は上がった。呪いはなし。あ、くそ。金だからいらん。同じことを繰り返しだ。攻撃はサイダーの防御を証明してる。ようやく倒した。地下11階。キノコか。あ、青銅盾を投げるんだ。守備力が弱いからな、結構ペラくなっちゃってるよな。あ、パンを盗まれた。ノーマルパンだ。まあ一番嫌なのはリリミットですよね。
やばい。これは階層がある。もう一個あんのか。あ、インバス。オーケー。これはあかん。ちょっとまともに勝負しない方がいい。取り戻した。さあ12回です。2発でやれるんやから結構ダメージも少ないよな。 OK、 バイキルト鉄の斧を2に強化。微妙だな、いらない。毒屋でなくてよかった。まあ、すごく地雷を踏もうともしてた。危ない危ない。あ、クソ、いや、お装備してないのが今痛いな。まあ一発でやれるんだけどね。戦機って今2つ持ってるよな。1個も使ってない。塞いでるよな。はい、オッケー。90%。行き止まり。行ってけ泥棒。え、いきなり？もちろんこれ使います。もう一丁。何を盗まれた？ピエミとは平気だ。ルーラスを持ってるよな。よし、ルーラスを飲もう。
あ、毒は食らってないのか。展望はいらん。錆びない。刺さったハマンいらん。火炎草が今は2つにまた増えた。千里眼ぐらいだろうな。カノタテいらん。なんて爆発、え、2になるんだ。そうなの。大きいパンだ。大きいパンってこれ、腐ったパンいらん。大きいパンに切り替えます。これで大きいパンが3つか。そういらんしな。あー強い。その2つになったんでこれを飲んで40か。再度火炎草を手に入れる。イエティやだ。イエティか。イエティは美味しくない。おとぎそうだ。止まったけど交差点で止めてしまってはいけない。遠回りしないといけない。あー動く石像だって。なんですって。50か。
ワープゾーンか。そうだった。やるしかないよな、こうなったら。イオ、イオって持ってた？持ってないのか。ああ、でも先に進まないと下の海岸に行けないんだよな。忘れてた。またやってしまった。イエティは2倍だったんだ。もったいない。一回だけやろう。そうだ、イエティってこれ最後の冒険とします。うわ、バカだな、ほんと判断が。呪いを解くシャナクだ。動かない石像なんで、まあ安心して見てられる。謎の杖。
で薬草を使って最大ヒットポイントを上げる。ないな、じゃあここまでだ。地下4階、いきなりバトルが始まる。一応持っとこう。形からの種。やばいな、グールがこんなとこにいる。さすがにこっからグールに行くのは気がつかれたな。パスで持ってなかったな。
あともう一体やったんだ。がない。装備してないからな。こいつ分裂を杖なんだろうな多分。大きいパンダ。
きなり？ワープするものもないし困ったな。全部なのか。今どこにいるんだ？力が落ちちゃった。初めて使った。しゃなく持ってるから最悪。メッキがないんだよな。パスがまだ持ってないんだよな。あーダメだ、落とし穴あった。もうちょっとやったのに。スカラが2つでを使おう。そう、回り込むのがいい。減っちゃったや。ドラゴンシールド、オッケー、ドラゴンシールド3だ。しかし今持ってない鋼鉄を、今の全然話にならないし、鋼鉄のは9なんで1しか差ないけど、
力減るし、働かなかった。研ぎそうだ。よし、薬草にしよう。鉄矢があるじゃん。マリー・アントワネットなんでピース。縛りを使ったらどうなるの？何持ってたっけ？武器は何も持ってない。だから持っとく必要はあるね。でメダパに買ったパンを置こう。今レミーラ、レミーラ、地獄、レミー、千里眼が2つ打つか。よし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 。だいぶ火力は上がってきたな。銀の矢か。
始まりか。決めなんていらない。10回ですね。あ、ドッケソーか。ドッケソーは一つは欲しいな。もう一回地獄民。ダメージは減ってきた。シャナクなんシャナクだったな。パンってなかった。危ない危ない。動くか。パンと腐ったパンが一つずつか今。どこだここ。ああ、入り口にあれがあるんで、もう無理だな。海藻は欲しい。海藻今ゼロだからな。大きいパンだ。あ、これ大きいパン食べよう。ここはいかん方がいいな。ここはもう出口だ。最後で鋼鉄の次なんで、
捨てられっぱなしな。あ、錆びるんだ。錆びるんだ今回は。メッキがないから。13回。あーくそ、もう一回ちょっとこれは薬草があるやん。セロトニン草もあるんだけど、これ早く。
あ、クソ、ここで返そう。もう一個いたか。あ、メッキだ、ここで。そうです。あ、ここでインパス。いらない。
一つあるんだよな。やないな。15回。四国耳千里がなんかだいぶ減ったな。外れたか。これはちょっと痛い。でもレベルは上がった。いきなりゴーレムか。カエソはもったいない。フルいらん。
危ない危ない。ルーラ層が2つあるんだ。じゃあマシルーラ強い投げる。ルーラ層がこれ3つか。いらん。あ、イオだ。イオは一つ持っとか、持っといた方がいいよね。あ、シャナクか。シャナクいらんよな。まあ一個は持っといてもいいか。シャナク持っとくんだったらインパス持った方が絶対いいしな。大きいパンだ。腐ったパンを捨てて大きいパンを手に入れる。エミーラ欲しいな。まあ、え、これで終わりじゃない。まだなんかあるか。何もないな。あーっく、ここでイオン、まずはイオンの巻き物が。はい、ルーラソーダ。ラスト。
インパス来た。危ない危ない、今シールドがあるか。食わないとあかん。インパスは何もないか。あ、リレミト来た。リレミト来た。これはちょっとな。出っ張り。あ、戦役が使えなくなった。ちょっと難しいなこれ。とはいえトライすりゃいいだけやけどな。わいわい、ダッパニーを振る。オッケー、あぶね。でもリレミトがあるから、今ドラゴンシールド2と鉄の斧3があるから、thank you。
かん。これ期限があるんだな。でパンを食う。薬草だ。イオはもうすでに一つ持ってるよね。鉄矢は一つか。イオは結構重要なんで、持つのだったら鉄矢が一つだろうな。危ない。レベルアップ。
通らしてもらう。あ、シャドウだ。はなかなか得られるから弱くはないんだろうけどな。金の剣か。40%、 普通のパンじゃない。20階へ。20階って絶対に、あー毒や。毒消しそう。よしよし、バイキルト。いらない。あー、また毒や。何やってんだ。2つ目か。海藻がいいな。海藻は1つ持っとくといい。無視してこの辺は。27%か。大きいパンと腐ったパンが一つずつ。16に上がったな、これで。動かなかった。動かない石像だった。21階。あーっと、ドラゴンキラーだ。
今鉄飲むのか。悩むな。鉄ドラゴンキラーってドラゴンに強いだけだもんな。だよな。またミミックかよ。
手に入れたなあ。くそ、今度はまたメイクだ。インパスって持ってたっけ？インパスはない。28% になっちゃったよな。むしむしむし。2つあるんだな。リレミトか。でも2つ持ってるからな。リレミトいらん。これ次食らう可能性あるか危険だな。ここで終了としましょう。あ、まあもしくは音切り草と使う手もあるな。音切り草の使おう。え、ミスター操作を。
なんで？からん。まあとりあえず今回はここまでとしたいと思います。いい線いってんのにな、なんでやろう。はい、またやれるときやろうと思います。トルネコ大冒険、次回お楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。